よし、こんにちは、つつけんです。イエイ。今日は雨です。雨の中を走っているんですけれども、今日ね、あのカッパとかヘルメットの中まで入り込んでるので、ちょっと喋りにくいんですけど、かつね、カメラもものすごく、カメラもすごく見にくいと思うんですけど、まあそんな感じです。いや、喋ると曇る。ちょい焼け、ちょい焼けが欲しいな。ベンチレーション効かない時用のちょい焼け具合が欲しいな。あ、なんか冷てえ。おまた濡れてきた、これ。ダメだな、このカッパ。来すぎたな。今、河津を出発して、下田方面へ向かっていますけれども、これからね、またね、南伊豆の菊ちゃん食堂まで、行くんですけれども、GS のね、マスターママさんとか、お誘いをされたんですけど、まあ、ツーリングがてら、菊ちゃん食堂で、っていう話だったんですけど、まあまあお天気はお天気はこんな感じですけどね。ツーリングっていうからね、もうバイクで来ちゃいましたけど。皆さん車で来るのかな、多分。みんなこのシールドってなんか塗ってんのかな、雨の日用に。まあ私は雨は乗らないから全く何もしてないんだけど、あとはあのなんとかシートもすらつけてないというね。なんだっけ、なんとかロックシートだっけ、内側に貼るやつ。それすらつけてないというね。じゃあ曇るのは当然なんだけど、これでも結局そこの中の曇り取れたところで雨粒があったらね、見えにくいのは見えにくいでしょ。なんか塗ってんのかな、ガラコとか。海もちょっといつもよりは波が高いですね。なんでこんな日におバイク乗ってるんだろう。まあ車でもね、良かったんだけど、本当に車でも良かったんですよ、別に。だけれどもね、まあまあ、モトブログはたるものね、車なんかで行ってね、現地で絵を撮ろうなんていう甘い考えはしたくないということで。おバイクがいた。やった、仲間がいた。あ、もう絶対、絶対おけつ濡れてる、これ。なんかすごい冷たいのが伝わってくるもん。なんか引いてこればよかったな。いやー、寒くなってきたぞ。あ、雨に打たれ続けると寒くなるってことが分かりましたね。中浸水してんのかな。まあ、上のカッパはね、安いのだからね。浸水してんのかな、まあ、もちろんね、多分ズボンがびっちゃびちゃだよ、これ。びっちゃびちゃ。水感がすげえ。お尻の裏からね、お股あたりがね、水感がすげえ。でそこからね、あの膝のあたりからツーッとこう下にね垂れてる感じがよくわかる。そのうち長靴方面まで侵されるな。よし、やっと南伊豆、やっと南伊豆入った。もう今早く着きたくてしょうがないというね。あ、もう後悔でしかないという。よし、来た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 。どこだっけ、
いや、まだ誰も来てねえじゃん。誰も来てねえ。あ、バイクが、おバイクいるぞ。誰でしょう。ああ、キクちゃんマスターのおバイクだった。よし、うわ、しょいしょいしょい、冷てー。到着。ごちそうさまでした。ありがとうございます。あの、地味にちまちまみんなこれ持ってってくれるんで、了解、ありがとうございます。ごちそうさまでした。よし、出発。今キクちゃん食堂を出て、これから桜たい焼きを買いに行きます。前回と同じ内容ですけれども、今日もね、200g の鹿肉と大盛りご飯をいただきましたがね、またお腹いっぱいだな。あー、すげえ食った。よし、桜たい焼きも買って、これね、皆さんね、GS に行ってちょっとお茶でもするとか言ってたのかな。まあ、私はこのまま河津まで行って、河津へそのまま帰ります。そろそろまとめましょうかね。まだ南伊豆ですけど、今日はね、GS、マスターとママさん主催でいいのかな。あとは、元ブロガーのチキンライダーもじゃくんもいたりと、みんなでね、あとその他大勢みんなで、キクちゃん食堂にね遊びに行ってきました。当初ね、もっと人数も多い予定だったようですが、この雨で、あいにくのお天気のせいで、総勢7人か、結局7人だったのかな、になりました。まあ、楽しいね、時間を過ごさせていただきました。どうもありがとうございます。次回もまたお誘いいただければ喜んで行きますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ってことでね、今日もね、最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。ちょっともやもやしているかもしれませんが、久々のね、1年ぶりの雨走行かなになったと思います。もう寒くてね、早く帰りたい。喋ると前が曇るからね、もうすごい曇ってんだよ。まあそんなことです。ということで、つつけんでした。じゃあねー、バイバーイ。